とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もゼルダ無双やっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。では、いきます。全クリすると、こういったステージが出るようになったんですよ。ブラッディームーンのステージ。普通よりもね、難易度が高いのよね。確かここ、普通のステージだったらば、レベル推奨が50ぐらいなんだ。でも、ブラッディームーンのこのステージが推奨が74レベル。かなり高いね。まあ、一回クリアしてみようか。クリアできるかわかんないけど。リンクは俺、レベル65なんだよね。まだ全然推奨レベルにも達してないんだけども、まあ、やってみるね。なんか美味しいアイテムが出てくれればいいし、うん、なんかね、いいのが出てくるのを期待しとこう。敵の HP がやたら高い。うん、ふざけんなっていうぐらい強いね。全然 KO 取れない。おそらく、レベルを推奨のやつまで上げて、で、さらに、武器を強くしないとこれきついわ。うん、武器がね、俺まだね弱いのよ。おいちょい、後ろからえらい撃ってくるな。武器のね、多分強さがどんぐらいだろうな、80ぐらいないとちょっときついんじゃない、多分。なんかそんな気がする。しゃあ、まあゴリブリンは倒せたと。上になんかいる。おー、ヒノックス2体。なるほど、相当きつそうだけども大丈夫か。ほんと早くね、強力な武器が欲しい。強力な武器欲しいわ。強いのが欲しい。やっぱまだね、全然弱いから多分劇的に変わるだろうね。おっと、白銀が来たか。どれぐらい強いか、倒せるぐらいではあるでしょ。よし、でも減らんな。なんかめちゃくちゃ硬い気がする。うん、いけ、遅かった。まあいいや。何発でいけるかな、スマッシュ。スマッシュ3回ぐらいいけば、3回だな。プラス必殺技も1回入れなきゃいかんぐらいの感じかもしれない。やべ、あぶねえ。硬いね。硬い硬い。うわ、でもなんかいいアイテムをね、持っててくれるなら全く問題ないよ。どんなの持ってんだ。うん、多分武器のね、パワーは難易度に依存すると思うんだよね。イージーとかノーマルとかそういうやつじゃなくって、そのステージのレベルになんか依存してる気がする。よっしゃ、ここで一回スマッシュ入れて、もう一回か。なげえな、ここまで強いか。あ、ぼーっとしてた。なんとか倒す。はい、
回か、あと1回か、ラッシュあと1回でいける。やば、はい、あ無理か、あうん、ギタロック使えばよかった。はい、どうだ、もうこれ倒したでしょ、強っ、強いのかな、まあ俺の攻撃力が低いんだろうな。なんか来る、リザルスピア全然いらない、ガーディアンか、まあまあまあ大丈夫でしょ、そんなに、いやでも減らないな、全然減らせない、うん、まあ王様まだねレベルが低いっていうのもあるけど、うん、やっぱ強いわブラディームーンは。でも王様強いよ、王様俺結構好きなんだよ、うん、相変わらずスマッシュ3発だな、3発いけるかこれ、3発いけないかもしれない、はい、ちょっとこれ使いながら行こう、どうしても時間かかるわ、よっしゃ、3発いけるね、強っ本当にこれいいアイテム出なかったら怒るよ、本当にこれ、はいラスト、炎のイノックスか、まあ楽勝に行こうHP 高いけど、この HP の高さ本当すごいよねこれ、はい、このビタロックはね本当便利、高っ、3発でいけるかな、うん、必殺技もまだ使えるしいけるね、じゃあ、あれ、あいた、ちょい、いけ、これ必殺技打ってひるませてスマッシュで、あこれで終わりそうかな、終わりそう、いや無理か、若干残るな、あ全然残ったわ、残った残った、はいはい、待て、あねえ、もう最後だし必殺技使っていこう、てか必殺技でいけるでしょ、倒すでしょ、 OK、 いやー難しかった、敵がしぶとい、うん、まあ、攻撃力も若干高いけども、しぶといっていうのが一番だったな。さあドロップはいいの出るのかい、あお金はね多めだわ、バトルクリアが1900円もらえる、お金は多めにもらえるね、あ経験値入る、経験値結構入るわ、あ C 強い武器出るね、59のガーディアンランスプラプラが出てる、うん悪くない悪くない、70の王家の両手剣、おお62
心眼はこれ、あ、しかもいいよ、これこれ使える。うん、4% アップ。いいね、いいやつが来た。え、何これ、レア素材が 10% で追加ドロップ、これもいいな。ちょっと待って、71の矢出てるわ。あー、なるほどね。これね、ドロップするアイテムが格段にいいね。うん、ブラッディームーンはこれ絶対回った方がいいよ。めちゃくちゃ美味しい。はい、それではですね、今日はブラッディームーンのステージに行ってみたけども美味しい。うん、まあ強いけどね、敵は強いけどもめちゃくちゃ美味しかった。あ、ここも推奨レベル75だ。でも1回クリアすると3か4レベルが上がるからめちゃくちゃ美味しいよ。で、出るやつもいいから、うん、まあ全クリした後はブラッディームーンのクエストは回った方がいいです。毎回出るわけじゃないからね。うん、出てた時には行ったらすごく美味しいと思うよ。やってみてください。ではですね、また出していきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいやっ。